スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート。ルージュレベッカが一頭後ろからになりました。まず内からダッシュよく1番のスカイキャンバス、この馬が出ていきました。追って5番ナスティーウェザー、7番のクールベイビー、外の3番手です。4番手内から上がっていった2番のロータスワンド、並んだ9番の七尾、5番手先団、3、4馬身がいて中段の一角に6番バスターコールが続いていきました。これを外からかわしていった12番レガテアドールに15番のゼルトザーム、内は4番タヤスロンドンです。その後ろ外目に13番ベルファッション、中段から行っています。8番カレンナ乙女がいって10番アガシ、3番チークタイム、3コーナーをカーブしていきます。後方より前半の 600m 34秒6で行きました。今3番のチークタイム後ろから2投目になって11番コルルリーガス最高峰、いやもう1投かなり離れて14番ルージュレベッカ最高峰です。残り404コーナーカーブ、1番スカイキャンバス逃げていますが、これに合わせていった5番のナスティーベザー2投、4コーナーをカーブして直線に向かいました。外に持ち出して15番のゼルトザーンも追い込んでくる。残り200を切りました。その後ろにベルファッションですが、先頭を粘るスカイキャンバス、捕まえに行く7を外から15番のゼルトザーム、広がっての追い比べは一気に外から15番のゼルトザーム先頭に変わった。9番七尾が2番手、ゼルトザーム先頭でゴールイン。2着は9番七尾、3着1番スカイキャン